皆さんこんにちは、マットです。さあですね、いよいよデートの765もね、納車されて、まあまだ鳴らし中ですけど、こうツーリングガンガン行って765の動画を上げたいなと思ってたんですけど、ちょっとね、こう世界が大変なことになってしまって、こうやってね、部屋から動画を撮ってるんですけどね、部屋で過ごす時間が多くなってると思いますけど、いかがお過ごしでしょうか。まあ、僕普段そんなにこう自撮りしないんで、改めてあっと思ったんですけどね、お腹が多分こうここ1ヶ月以上っていうか、もう元々そうなんですけど、お腹がちょっとね出てきたなっていう、さすがにやばいぞと思って、1個前の動画を編集してる時に思って、それでね、腹筋を始めたら、こう腹筋をねつるっていう前代未聞のね、腹筋中にこうあーっつって腹筋の体勢からこう動けなくなるっていうハプニングがあったんですけど、さすがにね運動不足がやばいんで運動しなきゃなと思ってるんですけどね。はい、ということでね、話がそれましたけどね、まあデートの765もあって、今年のツーリング、まあツーリング行ける状況になることをね願ってね、ウェアをね新調しましたんでね、また今日もね紹介したいなと思います。まあね、1個前2個前ぐらいかな、もう UDX の洗車の動画ぐらいからも来てたんで、勘のいい方はね何を買ったかっていうのは多分察してはいると思いますけど、こちらです。ででん、串谷さんのベクトルジャケットというジャケットですね。ちょっと今こうやって出して、あ、まずっと思ったんですけど、白白で、今日今着てる服が白だから白白でちょっと同化しちゃってるんですけどね、ベクトルジャケットの白をね新しく新調しましたね。こんな感じですね。このね、串谷さんのベクトルジャケット、まずどういうジャケットかっていうのを説明すると、本当にラフですね。がっつりロングツーリングとかっていうツーリング用ではないんですけど、普段の街乗りですね、普段の街乗りをよりカジュアルで、なおかつ安全性能はパッドとかがちゃんと入ってるので保ってるライディングウェアっていう、普段使いができるタイプのライディングウェアですね。いや、いいっすよね。こうやってね、ちょっと詳細を見ていくと、まあ、パーカースタイルですね。こういった風に。パーカースタイルのジャケットで、でね、こう、肩と肘と背中。背中にはしっかりね、安全パッドが入ってるので、まあ、カジュアルでパーカースタイルのスタイルに乗れるんですけど、しっかりパッドは入っているので、まあ、そのあたりはね、ライディングウェアっていう設計がね、しっかりされてるものかなと思いますね。まあもうちょっと普段使いでラフに使いたいから、パッドはいらないかなっていう人は、もちろんこのパッドは取り外して、洗濯するときとかはね、取り外して洗濯するんですけど、洗濯できるようになってますね。でね、こう、後ろのデザインもね、こんな感じですね。結構、よいしょ。結構こう、かっこよくないですか？こういった、ちょっと後ろのデザインも凝ってて、で、この辺にはね、多分ここかな？こことかはベンチレーションになってたりとかして、こう通気性もすごいいい感じのパーカーなんで、まあ夏とか春からね、秋の寒くなる前ぐらいにかけて着れるウェアかなと思うんですけど、まあこうフードがついてるので、パーカーだからこうフードのバタつきが嫌だなって人は、ここですね、ここのボタンをこうやって外して、ここで止めてあげるんですよ。ここにね、こうやってここにあるんで、こうやってこう高速道路とかも特にそうですけど、こうパタつきを気になる方は止めてあげることができますねっていう風になってたり、まあパーカーなんでね、ここの首元はしっかりね、こう自分のサイズに合った感じで絞れるようになってますね。で、中を開けていくとこういう感じで、まあ、中はまあオーソドックスなメッシュ素材になってるのかな、メッシュ素材になってて、でこれなんですよね。これなんだろうっていうのを前、ショップに行った時に聞いたら、この白黒のね、なんかこうテープみたいなやつは、消臭テープらしいですね。なんかこれで体から発する匂いとかを消臭してくれるっていう、なんか優れものの素材、結構ね、いろんなね、ウェアについてて気になってたんですよ。気になったらね、これ何ですかって言ったら、こう、匂いをね、消してくれるテープみたいなんですよね。2020年モデルのね、ベクトルジャケットって、アップデートされたのが、ここにね、マジックテープがついてるんですよ。これ何かっていうと、ここのマジックテープは、胸パッドですね。胸パッドも装着して使えるようになってるっていう感じですね。あとはデザイン的なもので、これ動画でちょっと見れるかわかんないんですけど、スラブ調の加工がしてあるんですよね。こう、ストライプみたいな感じで、こう、サッサッサッっていう感じで。これがね、やっぱね、遠目で見てて、
ちょっとね、あ、デザイン、ただの白のパーカーじゃないなっていう、ちょっと差別化を図れて、おしゃれなパーカーなんで、いいなって思ってるんですけど、今ちょっと着てみますね。結構串谷さんのこのベクトルジャケットは人気モデルで、去年とかもね、すごい YouTube の動画とかも多かったですよね。まあ普段使いができるジャケットで人気なんだなと思うんですけど、こうやって結構ね、シルエットが出るんで、僕最近ちょっとお腹出てきてるから、お腹がやべえってバレちゃうっていう感じなんですけど、こういう風にね、やっぱポリエステル素材なんで動きやすいんですよね、こう、ジャージ。ほぼジャージですからね。てかジャージですからね。ジャージのようにこうやって着れるんで、やっぱ動きやすさはあるんですよね。で、さっきも重複しますけど、肘と肩と背中にはしっかりパッドも入ってるし、で、ここがポケットかな。ここだね。ここがポケットで、結構、このポケットとかのファスナー、ここもそうなんですけど、このファスナーとかの質感がやっぱね、いいんですよね、串谷さんって。こういった細かいところが、やっぱ積み重なってストレスフリーで乗れるっていうのが、まあ、串谷さんの上は値段が高いっては言われるんですけど、こういった部分で差が出てくるのかな、ちょっと最近は思ってますね。で、そうなんですよ。だからポリエステルの素材なんで、まあ、デメリットっていうほどでもないかもしれないですけど、よくあるウェアですね。例えば、SR の時に着てる僕が。僕はね、SR でちょっとツーリング行く時に着るこの去年モデルですね。これピンジャケット。こうおしゃれでいいですよね。このピンジャケットとか、まあ、これも動画作りましたね。このアキュートジャケットのダウンを外して、上側、側だけ使ってるんですけど、このアキュートジャケットとかに共通する素材は、ここがね、ナイロンっていう素材使ってるんです。なんで、すごいね、しっかりしてるんですよ。生地がしっかりしてるんで、まあ、もちろんね、こう、風もね、通しにくい製法で作ってあるんですけど、よりね、強度があるんですよね。だから万が一の時に、こっちの方がより安全に乗れる。ということで、やっぱロングツーリングとか、風もね、結構通さないので、夜とかね、走るときには、やっぱこういったしっかりしたウェアの方がいいのかなとは思うんですけど、その分ね、普段使い。例えば、僕はよくそうなんですけど、SR 結構最近は通勤にも使っちゃってるんですけど、SR が足バイクなので、あれ完全に。都内に出て買い物行ったりとか、こう、ちょろっとね、日帰り。僕の場合はですけど、デートラで、同士見合わせ行って帰ってくるみたいな。まあ夜走らないのであれば、一泊二日の泊まりがけのツーリング、キャンプツーリングなり、宿のツーリングとかでもぐらいだったら全然こう来てもいいかなっていう感じのウェアなんですね。っていうのも、今流してる SR とデートラのこの走行動画は3月ぐらいに撮ってる映像なので、寒かったですね、ちょっと。ちょっと寒かったんですよ。寒かったので、やっぱこう、夜走るってなると、まだまだ冷える時期だと思いますので、まあさっき言ったみたいな、こういうジャケット、風を通さないジャケットで、夜走った方がいいとは思うので、まあ、そういった面ではね、まだ時期が早いかなとは思ってるんですけど、まあなんかその分、風をすごい通すから、夏場とかでもいいかなと思ってまして、去年ね、同じデートナ乗りのルリコさん、とツーリングに行った時に、ゆりこさんが、これの去年モデルを着てたんですよ、オレンジ。それ見て、あ、ベクトルジャケットいいなと思って、それでまんまと今年のモデル買うっていう、まあ、単純な理由なんですけどね。もともと僕そうなんですよ、こう、普段使いできるジャケットを持ってなかったっていう。結構ね、バイクでね、ひょいって行って、買い物行って帰ってくるっていう、のはね、まあ SR がメインの稼働率なんですけど、結構多いんで、T シャツで乗っていくのもなーっていう距離あるじゃないですか、微妙な距離。ちょっと30分ぐらいバイクで行って買い物行って帰ってくるみたいなぐらいの時に、すごくね、ちょうどいいんですよ。もうそろそろね、暖かくなってくるんで、日帰りツーリングとかにも活躍できる、ベクトルジャケットかなって思ってますね。でね、今日はね、こう、下のズボン普通の私服履いちゃってるんですけど、部屋の中なんで、よくね、一緒に、質問されるんですけど、僕がよくね、ベクトルジャケットとか、1個前の動画も多分そうだな、盗難防止のネタの時に着てた、まあ圧倒的に履いてることが多いんですけど、合わせて履いてるのは、エクスプローラージーンズですね、これ。これの動画、またね、反響が良かったら動画作ろうかなと思いますけど、よくね、こう、エクスプローラージーンズを合わせて履いてることが多いですね。これはもうね、あれですよ、見た目はジーパンなんですけど、洗えて、しかも、撥水、雨に濡れても大丈夫な革パンツっていうことで、かなりね、値段はお高い、
お高いんですけど、いいですよ。これ、ちょっと、いつも動画で聞かれるんで、エクスプローラージーンズと合わせて履いてますよっていうのを、ね、ここでちょっと紹介させてもらおうかなと。川だから大型バイクとか乗っても、耐熱にもなるし、あとは、グリップですね。やっぱ全部川なんで、タンクで2グリップした時のグリップ感がやっぱ全然普通のズボンと違いますね。まあそれがあって結構これをね愛用してる。結構いい値段しましたけど、ね、ボーナス、なけなしのボーナスを叩いてって感じでしたけど去年。もうね、1年は経たないぐらいか。1年ぐらい経たないぐらいなんで、かなりね、気に入ってますね。はい、ということでね、このベクトルジャケットなんですけど、まあこう、デメリットはいつも探すんですけど、まあデメリットというデメリットはまだないかなっていう感じなんですが、まあこの系統的に普段使いをメインとしたバイクジャケットなので、まあがっつりね長距離のロングツーリング行く時には安全性が高いしっかりしたねナイロン素材のジャケットの方がいいんじゃないかなっていうのは僕の意見なんですけど、はい、ということでね、福士谷さんのベクトルジャケット気になってる方も多いと思いますのでね、これが参考になれば嬉しいなと思います。そうなんですよ、白にした理由はね、デートの76に合わせるためで、デートの76より圧倒的に早く来ちゃったから、ずっと黙ってたっていう。で、このタイミングになってしまったっていうデビュー動画なんですけど、まあね、気になってる方の参考にしていただければなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。